さて、吉友さん、はい、いよいよ行動デビューします。トライトンと僕私はあ、そうですね、吉友さんもね、はい、はて街中で乗って、どんなフィーリングなのか、はい、そういえばですよ、僕ら、はい、僕らしか乗ってないんですよ。こんなに親しんできたトライトンでも。そうだよね。そうなんですよ。確かに。というわけで早速駆け出していってみましょう。はい、行きましょう。はい。まあやっぱね、車ってコース内だけじゃ分かんないからね。分かんないからね。じゃあまずね、ニエッチというモードで。ニエッチで。行きたいと思います。まあいわば後輪駆動。FR ですね。FR だね。簡単に言えば FR ですね。FR になります。はい、行きまーす。で、ノーマルモードで行きまーす。はい。よし、じゃあ行きますね。どれどれ。どんな感じかな。お、どうしたんですか。なんか言ってくださいよ。トラックなんですよこれ。トラックですよね。本当はトラックなんです。そうですよね。トラックなんですが、この運転席、助手席に座ってる限りは。トラックな感じがしない。しないよね。いや、テストコースの時も思ったけど、うん、高級 SUV に乗ってる気分なんだよね。そう、予感はあったんですけどね。でも実際出てみてどうなるんだろうと思ったんですけど、ラダーフレームですからね、これ。そうなんだよね。ボディオンフレームですからね。そう。でもこのラダーフレーム、さあ、作り変えたじゃん。作り変えましたよ。どうしたんですか。作り変えましたよ。作り変えましたね。作り変えたよね。はい、で、なんかすごい剛性面も上げていて。はい、なんか断面をそう 60% 増やしてるって言ってましたね。 60% 増やすってすごいよね。あのフレームを輪切りにした時のこの切れたところですよね。そうだよね。それを断面を 60% も増やしていると。何この乗り味、今しましまの路面。いやこれはピックアップトラックに快適だっていう言葉を使うと、うん、まあまあピックアップトラックの中での快適性だろって言われるかもしれないんですけど、うん、まあ結構快適な方ですよねこれね。そうだよね。なんかさ、うん、ちょっと言葉を選んで喋りたくなるね、うん、そう ね, ね。いや本当で、まあこれまあ電動パワステそう電動パワステなんだけど、はい、さっきさ6手ロックがね、うん、少ない、要は手数が少ない かなり少ない方だって言ってましたねって言ってたんだけど、うん、このさステアリングのまっすぐこの中心付近から、うん、今車線変更もそうだけどわずかに切って、はい、スッと車がスムーズに動くんだよね。そうなんですよ。しかも抜群の安定性とともに怖くなってきた。なんかこれまでのさこういうラダーフレームの車って、うん、オフロードでの走りの信頼性とか安心感が得られる反面、はい、こういうオンロード、うん、アスファルトの上を走った時に、うん、なんかちょっとフラフラしたりとかさ、まあ、ちょっとこう言ってみたらダルな感じはありましたよね。あったよね、うん、なんかそんなものだろうと思って乗ると、うん、いや意外や意外この高級 SUV のような乗り心地とハンドリングからもそれを感じてるってことだよね。そういうことですよ ね, ね。細かい段差みたいのは確かに拾ってる面はあるんで、うん、まあ高級本当の高級 SUV の中と比べたらそりゃこっちの方が乗り心地がっていう話にはなるかもしれないですけど、うん、いやちょっとすごいよね。分かった、今交差点曲がって駆け出した時にそうアクセル踏んで、はい、こんなにさ遅れなく走れるっけ、うん、ほらちょっと点点点だよね。5メーターで全幅 1.9 に近いんですよ。そうだよね。本当はねオフロード走るような車ですからね。そうなんだよ。オンロード性能はまあちょっと置いといてもいいはずなんですけど、うん、でも今回三菱さんこだわったって言ってましたね。言ってたよね。オンロードの性とかハンドリングとかね。家族で乗る乗用車としても、うん、レジャーに出かける車としても、うん、もちろんさこの荷台にさキャベツとか乗せてもいいわけよ。いやいいですよ。働く車としてね。そう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 。しかもモータースポーツとかもしてるじゃん。そう走ってるんですよね。ラリーの現場を。そうだよね。いやいろんなこと考えて三菱の中で、うん、本当に今一番三菱らしい車かもしれない。そうだよ ね, ね。こんなにスムーズに、うん、なんかピックアップトラック乗ったことがない人でも、うん、なんかこう意外と馴染むの早いよね。ここまで来て、まあ今日ねこういう
郊外というか田舎の道なんで、うん、あんまり車幅気にする必要ないかもしれないですけど、さっき U ターンとかしてたじゃないですか。してた。どうでした？でもカメラとかを駆使すれば、うん、周りの状況も確認しやすかったし。あ、なるほど。で意外となんかこう感覚的には、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいね。そうですね。でもまあ絶対的な小回り性って言われるとそうですね、まあ、最初回転半径 6.2 メーターってやっぱ大きい数字なので、はい、まあ、そこはちょっと切り返し必要な場面はあった。そうですよね、うん、いやこういうさ今ちょっと路面の継ぎ目みたいなやつがあったんだけどさ、ありましたね、ありましたね。すごいスムーズに乗り越えてくね。まさに朝飯前じゃない。いやちょっとちょっとやばいね。何これ。俺ここまでだったと思ってなかったんですよ。だよね。ほらちょっとこのワインディングやばいね。ちょっと、ちょっと何、ちょっと期待をはるかに上回ってる、ね、これ上回ってきたな。何っていうかオフは分かるよ。分かる、ね、オフはね分かるんです。オフは分かるんですよ。三菱だしさ。そう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 。何このオンロードの懐の深さ、 すごいね。で足もいいしさ、いい、ね、これディーゼルエンジンですよね。そうだったね。 2.4 の確かに、2ステージディーゼルターボですよね。そうだよね、まあ、どうしてもディーゼルって低回転でね回るときコロコロとした音が聞こえるとか、うんうん、なんかこう振動が聞こえるとか、はい、なんかこうなんだろう、ガラスを通じて外からも回り込んで聞こえるとか。聞こえてきますよね。あるよね。あ、俺ディーゼル乗ってるって感じしますもんね。そう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 、うん、まあ、働く車だったら、まあ、そういうもんだよねっていう、ね、その当たり前の基準値がちょっとまた違うかもしれないんだけど、うんうんうん、でもなんか乗用車として乗っても違和感ないレベルの感じ、うん、デリカのもディーゼルだったけどさ、はい、なんかでも本当に音のレベルで言うと、うん、それよりもちょっと静かなんじゃないかっていうレベルだし。確かにそうかもしれないです ね。ロードノイズとかもあんま気にならないですもんね。気にならないよね。すっごい滑らかかって言われると、まあ、多少その表面が拾ってる感じは正直あるけれど、うん、はい、でも車全体のこの乗り味の良さが、うん、なんかこう全体的に快適に感じさせるんだよね。そうですね。走行モードね、今まで、2HFR のモードで走ってたんで、はい、三菱ならではの普通の道でもよくで走れますよということで、センターデフがフリーになる 4H 試してみたいと思います。試してみたいと思います。グリッと回しちゃいますよ。はい、お願いします。はい、簡単にダイヤルでいけるの嬉しいですね。そうですよね。お、あ、やっぱ違うね。どう違います？違うね。まあ、FR は比較的素直にこう走っていける感じだったんだけど、うん、はい、なんかやっぱフロントがこう書きながらこう前に書いてる感じがある。書いてる感じがある。あ、なんだろうな、こうどっしりする。そうだね、安定感もあるかもしれない。あ、うん、しっかり車を前に進めていきたい時とか、はい、まあ、滑りやすい路面とか、はい、そういう時はこの 4H に切り替えればいいし。そうですね、手軽でその状況に応じてすぐに切り替えられるのはいいね。いいです ね。うーん、いやー、でもこういうコーナリングもやっぱなんか違いね、やっぱ前が角度結構こうしっかり曲がっていく感じはあるね。あ、曲がっていく感じが出てくるんですね、うん、そう、巡航してる時はなんかこうね、うん、安定してるなって感じもあるし、どっしり感出てますよね。出てるよね、うん、肉だとやっぱ違うもん。あ、やっぱ後輪駆動違うね。やっぱ違いますよ ね。後ろからこう素直に押し出されるイメージで、うん、だ普段はこう別に滑りやすくないアスファルトの上だったら、うん、肉にして FR で、うん、まあ、素直な走りを楽しんでもいいし、はい、でもやっぱりここはやっぱ四駆だよねっていう時は、うん、ここに切り替えてもらえばいいんだよね。なるほどね、うん、最近集中豪雨とかもあったりするから、はい、まあ、そういう時いいかもしれないね。いいですね。急に水かさが増したりすると、うん、あの安定感、足取られちゃったりするから、まあ、うん、このトライと思ってして、まあね、悪路のレベルで考えたら、うん、まだ朝飯前だろうけど、ね、まあそうでしょう ね。で、私驚いたのがさ、はい、ブレーキフィール、ブレーキフィール、ブレーキをこの今右折待ちでトーンってブレーキ踏んだんだけど、はい、スッて車が収まるんだよね。なるほど、確かにあの勘違いしちゃうんですよね。そうだよね、トラック乗ってんだよなっていう気にならなくなっちゃうんですよね。そうなんだよ、うん、でもそういうこういう街中でね、スッと車がこれだけの大きい車体が動いてくれると、うん、やっぱ
こう手足のように扱えてる安心感っていうのはあるし、うんうんうん、やっぱりねその余計な不用意なぐらつきを抑えられれば、うん、こう次の動作に移りやすいじゃない。そうですね、だからもたつかないんだよね。確かにそうだね。そうか、ハンドル握りたいでしょ。よくわかりましたね。ちなみにここもあれですからね、あボックスティッシュが入るようになってますからね。言ってた。そう、ETC もここに設置されるんですね。 1.5 リッターのペットボトル、そう入るって言った。ここにまずねここにこれあの発煙筒ついてますけど、うん、ペットボトルここに 1.5 リッター収まるんですよ。ここは4本入るって言ったの。ここ600ミリリットルが4本入るって言ってましたよね。そうよね、すごいよね。そういう機能性がねちゃんとこのトライトあるんですよね。500ミリじゃなくて600ミリだからね。そうドキドキ今日はなんかひときわドキドキしてますよね。だって北海道行って以来ですねトライトンが夢に出てくるんですよ。うそー、まあ、それはちょっと大げさかもしれませんけどこのトライトン乗って僕行ったらなんかちょっとハッピーになりそうだなって思ってですね、人生が。なんかさ自分のが変われそうな気がするよね。そうなんですよ、こうやって草原を見てさ。そうね、いやどうしよう、後ろに家族乗れるよ。乗れますよ ね、 ね、後席広いよねこれね。後席広い広いで、まあ、膝なんかも本当足組めるほどこう広さあるし、ぐらいですかね今ね。そうだよね、うん、であとねここになんかね、ここになんかスマホとか挿しておけるようなポケットがついてたり、ここもあるしね、うん、で充電器は、はい、USB タイプ A とタイプ C が1個ずつとシガーソケットが後ろについてる。ついている、うん、前にもあったよね。あとねサーキュレーターついてんじゃんこれ。そうなんですよね、あの北海道行った時は暑かったんで、うん、あの僕その恩恵に預かってたんですけど、うん、なんか風の方向結構変えられるんですかね。そうなんだよ、これちゃんとこのなんかフリップみたいのが4つついてて、うんうん、なんかこうねこう調整できるし、そうですよね、あと後ろでオンオフができて、うん、4段階でコントロールができるね、まあ、でも唯一あの私今ね後ろにね、はい、自分のトートバッグとコート置いてたの、はい、で後ろに乗るからどけようかな、いつもだったらさっとこう後ろのさねこう手伸ばせばさなんか置けそうな車ってあるじゃん。ありますね。ね、なんだけどこれさすがに荷台だからさ外にさらすことになっちゃうんだよね。あそっかみたいなことですよね。そう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 、あそうだピックアップトラックだったと思って。そうなんですね、そこだけはね普通の車とはちょっと使い勝手が違いますからね、うん、そうなんだよね。これなんかカバーするやつとかもオプションであるのかな。ありますあります、カバーあったり電動のやつもあったり。乗り心地どうですか。乗り心地すごくいいのよ。いいんですか。全然跳ねないね。そうだよね、だってオフロードの時なんか感じてましたもん。感じてた。良さそうだなと思って。アクセル踏むとやっぱ結構ちゃんとこうディーゼル感が出てきますね。ね、あーもっと乗りたいもっと乗りたい乗りたいよね、もう働く車として、うん、アウトドアのレジャーに活躍する、はい、なんならモータースポーツも試す人もいる、うんうん、はい、でそういう中でさ、うん、本当にある意味でオールラウンドでいけちゃうぐらいの。いや本当のオールラウンダーだ ね、 ね、この走りの面ではね、うん、でアスファルトもあれだけの過酷なオフロードもね、うん、いけちゃうわけだから、はい、いやすごい車に仕立ててきたね。これはすごいな、ね、もう一回言います、もっと乗りたい乗りたい、遠出したいね。これで遠出したいです ね、 ね、遠出する企画してみましょうか。しちゃう、本当に4人乗って、おロングドライブも結構行けちゃうような気もしてきた、うん、してきた。これだといや快適に行けんじゃない、これだったら。あとほらね、高速道路とかのさ見晴らしとか良さそうだしね、うん、そうですよ ね、 ね、行こうこれは、三菱さんにお願いしてちょっとぜひ遠出させてくださいと、はい、いうことにしたいなと思います。思います、やった。ということで新型トライトンの初行動試乗会でございました。ございました、ありがとうございました、ありがとうございました。